やってきました。マグロ屋宮城。こちらね、静岡県掛川市の美味しいマグロのお店、ランチやってます。今日はね、美味しい海鮮を食べたくてやってきました。午後1時過ぎなんで、もうかなり空いてます。お昼時に来るとね、もう満席で入れないからね、時間をずらしてやってきました。営業時間はね、お食事コーナー11時半からやってます。ご飯がなくなり次第終了でございます。さあ行ってきますか。メニューどうしようかな。ミニ丼各種に、ほら、三重県産のブリ定食に、おすすめ本マグロお刺身定食中トロ入り1380円、これもいいな。厚焼き卵あります。マグロのハラミ定食、あ、ハラミもいいな。ネギトロと赤身の2色丼、あ、生食の牡蠣もあるね。生牡蠣剥きたて2枚で500円。迷ったらこれ、人気の海鮮丼1100円であります。あといつも食べるのはこれ、特上丼定食ね。これめちゃくちゃうまいからね、1650円。あ、マグロ中トロ定食もあるね。マグロ丼にマグロ三昧、とろろ山かけにマグロユッケ、ネギトロ丼定食に北海丼定食、おイクラ丼もあるね。はい、あとは大人気お刺身定食に特盛刺身定食、親子丼定食にサモ丼定食、おアナゴ丼もあるね。さあどうしましょう。今日はね、これいくか。本マグロお刺身定食中トロ入り食べます。今日はね、お惣菜コーナー、あー、本マグロのね、お刺身定食頼んだけどね、これ本マグロのカマもあるね。これも食べようかな。フライもあるね。いつもフライも食べます。お、これは油が乗ってます。マグロのここ肉とか角に筋肉、あご肉だって。へー、マグロの煮たやつも売ってます。はい、その他海鮮も売ってるよ。お、大切りのお刺身売ってます。マグロの赤身、あとはね、バチマグロの赤身にマグロのすき身、細切れも売ってるね。本マグロ本目地のお刺身だって。はい、お刺身盛り合わせもあります。あ、イカうまそうだな。お刺身3点盛りも売ってます。赤エビのお刺身だって。あ、ホタテも売ってる。あ、ネギトロも売ってる、うまそう。あー、サーモンのお刺身もある、うまそうだな。A 店長のおすすめボイルイカまん丸売ってます。店内はね、カウンター風の席とね、テーブルの席があってね、イートインスペースがありますけどね、こちらで食べていきます。今日ここまで空いてるのはね、珍しいね。いや、空いてると私はね、やりやすいです。それではカウンターの隅っこの方お邪魔します。来たよ来たよ、これ本マグロ刺身定食ね。おお、脂乗ってるな。今日はね、お惣菜コーナー全部取ってきちゃったからね、今温めてもらってます。あ、すいません。あ、お皿乗せてくれた、すいません、ありがとうございます。来たよ来たよ、これ本マグロのカマ、お皿に乗せてくれてね、温めてくれた、優しい。ほら、マグロの煮たやつ、いろんな部位乗せちゃおうかな。こっちもマグロの煮たやつも、ほらほらほら、こんな感じね。あとはね、フライの盛り合わせももらいました。今日のランチはこんな感じになりました。それではいただきます。そう、豆ついてます。うまい、漬物。うん、さあそれでは味噌汁。うん、青菜入りでね、
美味しい味噌汁。さあマグロ食べよう。これ本マグロ。脂乗ってます。中トロか。うん。うまい。マグロの痛いやつ食べよう。うん。うま。これうまい。生姜醤油で煮てある感じね。うん。うん。さあ、偉い。もう、これはカツかな。うん、違う。マグロカツ。これがカツか。あ、違う。マグロカツだ。これは何でしょう。これ牡蠣入ってないな。これタチウオかな。ん？黒はんぺん、イカ、タチウオ、マグロか。これイカだね。うん、イカ。うん、これはタチウオだ。はい、黒はんぺん。やばい、ご飯足りない。ご飯おかわりしよう。ご飯もらってこよう。はい、おかわりした。おかわりした。おかわりした。はい、お待ちめ。ありがとうございます。はい、ご飯おかわり来たよ。さあ、食べますか。なんかさ、ちょっと醤油ちょんちょんつけて食べるのね、めんどくさいんだよな。下駄に醤油ぶっかけさせてもらいます。刺身はね、あんまり食べないんですけど、こうやってさ、ぶっかけるとさ、つまごとガッといけるからね、僕は食べやすくてこの方がいいんです。うん、わかめとつま、まあ、僕的にはぶっかけの方が断然食べやすい。ほら、マグロ中トロ、うまい。うん、はい、中トロとわかめとつまね。僕はわさびあんまり使わないんですけど、ちょっとつけてみますか。辛そうだな。まあ、わさび嫌いじゃないですよ。大好きなんだけど、あんまり使わないね。あ、鼻痛い。あら。さあ、本マグロ、ラスト。あ、うまかったな。あ、味噌汁も終わっちゃったら、マグロの、本マグロのカマね。身をほじくり出しますか。はい、身がいっぱい出たね。さあ、バクバク食べます。うん、程よい塩加減、身がたっぷり。うん、これうまそう。これうん。さあ、最後はね、これマグロかまどを見せて食べます。マグロかまどラスト一気食い。うん、うまっ。うん、はい、完食。ごちそうさまでした。いや、美味しかった。お腹いっぱいになったね。もうマグロ三昧でね、食べてきましたけど、いや、お腹いっぱい、美味しくいただきました。やっぱ宮城さん美味しいね。もうね、1時半ぐらいになるけどね、まだお客さんね、どんどん入ってきてるね。今は5組ぐらい入ってきた。すごい人気店です。ということで、本日はね、静岡県掛川市ですね、美味しいマグロのお店、宮城さんからでした。バイバイ。